今日は冷やしのりピーのりピーを作りたいと思います。あ、ちょ、間違えた。冷やししゃぶしゃぶですね。すいません、ちょっとやってしまいました。いわゆるあの冷しゃぶですね。それを作りたいと思います。用意するものこちらですね。しゃぶしゃぶ用、ここになんか冷しゃぶって推奨されてますけど、見ずになんか、そう、これ見てないんですよ、ほんまに。なんか見たみたいになってますけど、一切見ずに、推奨してるものを作ってしまいました。うん、まあ、そういうとこあるよな、なんか、うん、ほんまに。みょうが、僕みょうがってあんまり食べてきてなかったんですよ。最近も食べてなくて、でもなんかみょうがを食べるとバカになるみたいな迷信あるんですけども、みょうが全然食べてないので、なんかご覧の通りなんかバカやってるんで、なんか迷信なんかなってほんまに嘘やなと思って、なんか食べてないの俺ってほんまなんかバカやっちゃってるんで、なんかあれパチコいてんのかなって思ってますよ、絶対。昔の人がサニーデイサービス、用意してください。あ、ちゃうわ、サニーレタスや、すいません、シティポップばっか聞いてて。サニーレタスやね。はい、カイワレ大根の種なんですけども、これ植えたら大根になると思う、同じやつ。あ、残念。正解はなります。なりますね。ならないと思ったでしょ、これ。なるんですよ、カイワレ大根って。まあ別名スプラウトって呼ばれてますけども、そっちの方がポピュラーかな。そういう、野菜ですね。ユーティリティスプリングオニオン、用意してください。すでに水の方張っております。で、そのままノリピーノリピーすると、あ、ちょっとしゃぶしゃぶすると、あれなんです、ちょっと水っぽくなってしまう。うん、だから水っぽさをこう抑えるためにモソルトの方をね、あらかじめ入れますので。はい、これですね、アマビトのモソルト。今までちょっとビニールのちっちゃいやつやったんですけども、その拡張パック買いましたから、ね。はい、それでね、攻めたいと思います。温度を上昇させていくんですけど、熱すぎるとトランセルみたいになるんで、あ、ちょ、硬くなるんで、ちょうどイン塩梅でこうやってください。でもう止めてもいいかもね。改めてつけて、こんな感じでポン酢と水を合わせたところにこう入れます。氷水やとダメなんですよ。なんか氷水に入れがちなんですけど、そうするとフィンランド式サウナみたいな感じになってしまってですね、ちょっとキュッとこう締まる、整うというか、うん、キュッて締まってしまうんですよね。セサミオイル、ちょっと水気、水気の方を切りたいんで、中日の入館行ってちょっと行ってきます。あ、ちゃう、洗い場や。すいません。その荒木井端で覚えてて。なぜなら中日の二遊間が荒木井端だったですので、ちょっと、間違えました。すいません。いただきます。うん、ベリーウマーバー、いや素晴らしい。ちゃんとこれ荒川静香やし、あ、ちゃう、柔らかいし、すみません、すごいイナバウアー、むっちゃ柔らかそうやったんで体。あ、間違えました。柔らかいしシャキシャキで、このコントラストがいいよね。うん、いや素晴らしい。これほんま吉田美美はしゃぶしゃぶしゃぶやね。いや素晴らしい、ほんまに。二人出会った日が少しずつ思い出になっても
愛してる。いやね、ほんま確実にそうやろ、ほんまに、うん、ほんまにうまいし、エアジうまんつエアジ、バンドエイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、21度の過ごしやすい日って言ってましたけど、あれ39度のとろけそうな日やで。売れないんで、そんな曲。そのとろけそうな日やから、その極端やから、そのいい歌詞なんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。